こんにちは。こんにちは。前回に引き続きジョニオさんに参加していただきまして、はい、前回はトークでしたが、今回は企画をやっていただこうと思います。はい、はい、1回喫茶さんもやった企画なんですが、100均のマジックを演出してもらうということで、ジョニオさんはいろいろツイッターでもこうマジックの演出をとか語っていただいてると思うので、ジョニオさんならではの演出をちょっと見せていただきたいかなと思ってます。よし、ハードル上げちゃったし。言うてるからね。どんなもんやねん。やりましょう。はい、演出してもらうのはこちらです。赤い玉が青い玉に変わった。ほう、不思議な箱。これ知ってますか？いや、知らない。赤い玉が青い玉に変わった。なるほど。赤から青に変わるんですね。そうですね。これまあ初見の状態から、一応喫茶さん前回30分で演出してもらって、まあ短い時間でやると色が出るかなっていうこともあって、この時間でやったらジョニオさんにも OK です。はい、30分で OK です。お願いします。じゃあ、はい、あげちゃいましょうか。はい、OK です。今日貴重め A 型、O 型です。結構でかいね、解説書と本体が。まずやっぱ読む派です。僕とかはもう最初いじりたくなっちゃう。最初読む。俺 CD とか買ってさ、電車の中とかで車の中とかで開けた。まあ大体の構造は分かりましたので開けましょう。でかいな、結構。マジック、マスター。Enjoy your magic trick。これは解説書通り演じてみます。はい、赤い玉がありまして、この丸いくぼみに入れます。はい、そしてこれを、中に入れる。はい、まだ赤ですね。見えます？見えてるかな。はい、まだ赤ですね。はい、これを中に入れます。はい、そして待ちます。ちょっと待って開けると、赤だった玉がご覧ください、青い玉に変わってしまう。はい、はい、これがまあ原案通り演じたものだというわけですね。はい。第一印象としてどうですか？よくできてるんじゃないですか？仕掛けとしては。ちょっとまあ100円ということもあって気になるところはいくつかありますけども、まあでもこれが100円で書いてすごいですね。すごいよね、ものとして。普通に自分でやってて楽しいもんね。変わったって面白い。気候が面白い。へえ。まあこれを演出ですね。より面白くするとか、まあ対応をバレづらくするとか、まあ何でもいいですけど。考えます。はい。お願いします。はい。